ないよ。こういうのじゃないです。はい。ありがとうございます。あれってラブストーリーだったんですか？よく見てないんだけど、ちゃんと殺しちゃったってことだけは知ってるんだけど。そうそう、あので船で男の人の船に乗ってて、うん、女の子とアランドロンが乗ってたんです、うんうん、アランドロンはどっちかっていうと使われ役で、ああで彼女とその男の人ヨットの持ち主がこれだったの。あ、アランドロンはじゃああれだ、あの不倫相手とか違うか、なんだ、横連合みたいな、横連合みたいな、そうそうそう、そうなんで、自分とその男の人がなんか雰囲気が似てるからっていうので、うん、その男の人を殺しちゃって自分が成り代わろうとしてたの。成り代われるの？どうやって？あ、だからあの顔が似てるから写真とか作り替え。女の子が割れるじゃん、さすがに。そこどうしたの？そこどうなんだ？よくわかんない。そっくりなんだね。なんか、ね、変わろうとしたらしい。あ、そうなんだ。そういうなんかラブストーリー。なんか最後はなんか船の怒りに。そうそう、それがひれきかかっちゃって、だけ落ちだけはしてんだけど、そうそうそう、落ちだけ知ってるというね、あの結局海で投げ捨てたのが絡まってて、ね、引っ張ってきたね、最後は上がってきちゃうっていうので、うん、警察が来て終わりになる、まあ、結局恋愛のもつれがあるな。そうですね、あまりにもなんかさ、あのもうロマンチックなねメロディーだからそうですね、なのに殺人事件の話があるのどうだろうなと思ってたらやっぱ一応恋愛もんだよね。そうですね、昔の映画ってシャレードとかなんかいい曲があるんだけど、うん、本編はなんかサスペンスだったりするんだよね。そうですね、恋愛もんだって曲はめちゃめちゃなんか、ね、ロマンチックな曲多いんだけど、うん、ですね、映画音楽を作るとかやってみたいですね。全部日本史でね、日本役でそれは作るのは私でやらせて、うん、もちろん全部歌うのもあなた、映画音楽特集もう40曲ぐらい、できるでしょ、40曲ぐらい、うん、もっとできるよ、まさか50曲でなるほうがいいですか、アイシアターの家があったんだよね。いくらでもあるもんね、昔の映画っていい曲がね、うん、今の映画って曲もわかんないよね。